はい、モーニング娘。に加入された当時はおいくつだったんですか？当時は13でした。13歳、ちょうど20年前ぐらいですね、うん、本当にそうですね、20年デビューして、そうですね、ちょうど20年経ったかなっていう感じ、はい、どうですか、振り返っ て、でもやっぱ入った時に思ったのは、うん、甘くないんだなっていうのはやっぱ思いますよね。はい、本日も始まりました光レンタ TV、夢しか叶わない名 MC の光レンタ株式会社井口道夫です。今回もアシスタント MC としてサイバージャパンダンサーズの千秋さんと一緒に進行させていただきます。千秋さん、よろしくお願いします。お願いします。サイバージャパンダンサーズの千秋です。よろしくお願いします。この番組光レンタ TV 夢しか叶わないは、夢を叶えた方々を中心にゲストをお招きし、その方の夢の叶え方や夢への理論、体験談などを根掘り葉掘りお伺いしていきます。それでは今回のゲストを早速ご紹介したいと思います。元モーニング娘。5期メンバーで、現在は舞台女優としても活躍されている小川誠さんです。はい、よろしくお願いします。はじめまして、小川誠です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、モーニング娘。に加入された当時はいくつだったんですか？当時は13でした。13歳、ちょうど20年前ぐらいですね、うん、本当にそうですね、20年デビューして、そうですね、ちょうど20年経ったかなっていう感じ、はい、どうですか、振り返ってみて。振り返ってみて、でも、うん、まあ、20年っていう数字で言うとすごい長いなと思うんですけど、うんうんうん、でもバッて振り返るとあっという間だったなっていう感覚でしかないですね、やっぱり、うん、オーディション受けに行くっていうふうにこう、はい、ね、決めた時ってどうだったんですか、はい、家族なんかは。私がその芸能界っていうのを志して、うん、ようになったのが、もともとスピードさんってご存知ですか？はい、はい、知ってますか？スピードが、そう、大好きだったんです、うんうんうん、で、あ、スピードみたいになりたいって思って、うん、新潟市の方に、うん、ま、アクターズスクールとは言わないまでも、なんかそういう歌とかダンスとかお芝居を教えてくれる学校みたいなのができたんですよね。で、そこに、まあ、あのオーディション受けて合格して、うん、で中学校2年生、それが13歳のタイミングで、うん、もうその中3になったらもう高校受験もあるし、うん、っていうのでお母さんが一旦その学業に専念するために、うん、一回そのなんていうんですか、その夢を諦めるとかではないんですけど、うん、一回学業に専念しようというところで、その通ってたスクールもそろそろ一回やめようかっていうタイミングだったんですよ、うん、まあ、それは私も、あ、なるほど、まあそうだよなと思って、うん、自分が芸能人になれるとも思ってなかったんで、うん、じゃあまあそうしようって思ってたタイミングで、たまたまその5期メンバーの、オーディションがあるよっていうので、お母さんが切り抜き持ってきて、あ、なるほどと思って、じゃあ私やってみようと思ってやって、受けたら運よくこう受からせていただいたっていう流れだったんですよ。まあ、だったので、なんか家族としても別に、いや、ダメだよとかはなく、せっかく受かったんだから頑張りなっていうので、そう、ね、そう、みんな家族協力してくれて、まあ、モーニング娘。の活動はできたっていう感じですかね。13歳でオーディション受けて、すぐにデビューですか？はい、そうですね、13歳での年で受けて、13歳の時の夏休み中にちょうどやってたんですよ、うん、で夏休みに受かって、うん、モーニングさん入りましたってなって、うん、でその年の10月に、うん、1枚目、あの、私たちが入って1枚目のシングルが出たので、うん、それがデビュー日だったので、うん、なんて曲でしたっけ？ミスタームーンライト愛のビッグバンドっていうのが私たち5期メンバーのデビュー曲で、うん、で、もうだから一気にガンガンって上がったわけだから、はい、もともとの目的だった学業とか、はいはい、あとは友達とのカラオケとか、そういうのってもう瞬もう一切なくなりました。なくなった、なくなりましたね。でもなくなったのも結構逆に言うと幸せだったんじゃないですか、うん、もう入った瞬間からもうすでに覚えなきゃいけない曲がいっぱいあるんですよ。なんていうんですか、友達を恋しがってる時間もなければ、うん、ホームシックになってる時間もなくって、うんうん、もう覚えなきゃやらなきゃが、うん、もうバーってあったので、うん、もう最初の3ヶ月ぐらいはもうやることに必死で、うん、新潟のことを思い出してる時間とか、うん、友達のことを思い出してる時間とか、友達と遊びたいとか、もう全くそういうのはなかったんですよ。今まで
いろんな本当にたくさんお仕事されてきたと思うんですけど、はい、モーニング娘。のお仕事の中で一番印象的だったお仕事って、うん、でもやっぱコンサートっていうのは年間を通してめちゃくちゃやってたので、うん、やっぱり活動の中でのその割合的にはその占めるものがやっぱすごく多かったんですけど、うん、でもやっぱ自分の中でめっちゃ嬉しかったなっていうのはやっぱり初めて凱旋公演っていうか新潟で地元でできた時にはすごくやっぱ嬉しかったです、うんうんうん、ごめん今ブルッとした。すごいやっぱりなかなかね地元のその応援してるとは言いえ、やっぱりみんな東京に見に来たりってなかなかできないんですよ。でもやっぱ地元に行った時にやっぱりみんな友達とかおじいちゃんおばあちゃんとか、その地元で応援してくれてる人たちがやっぱりまこちゃん帰ってくるからっていうので新潟公演見に行ってくれたりっていうところでやっぱり今やってる活動を見てもらえてっていうの時はやっぱしびれましたね。グループの中でも岡田さんって結構ポジティブな愛されキャラだと思うんですけども、うん、ありがとうございます。なんかこうメンバーの皆さんと関わる上で大切にしてることとかありましたか？せっかくだったら楽しくしてたいじゃないですか、うん、だからなんか一緒にこう会う人にととかなんかその空気が悪くならないように、うん、楽しくしてよっていうのを心がけてましたかね。それなんかモーニングにいた時よりもうそこを出た時の方が余計思いました。やっぱりそのグループにいたっていうのがあると一個なんかその話しかけちゃいけないんじゃないかっていうのを思っちゃうんですかね、うん、なんかその現場とかでそういう雰囲気になるのがすごい嫌だから、うん、あえて自分からすごい喋ったりとかはしてました。グループにいる時はなんかあんま意識してなかったですね、うん、もうこんな感じでした。その選択肢の中にバラエティっていうのがあったってことですか？バラエティはもともと別に得意か得意か得意か、うん、得意じゃないかって言ったら私はあんまり得意じゃないというか、うん、そうなの？いや得意じゃなかった話すのは嫌いじゃないですよ、うん、こうやって喋るのは全然嫌いじゃないんですけど、ね、うん、バラエティってなると、うん、笑わせなきゃ、うん、面白いこと言わなきゃ、うんうんってなるのはちょっと私は別にそこに返す得意ではなくって、だって結構さ、はい、今の話を聞いてるとさ、はい、天然で笑わせられない。天然で笑わせられないです。天然ちゃんではなくて天然ちゃんっていうんではなくて、話のテンポとか、なんか話題の引き出し方とかってすっごくね、こっちも楽しくなってる。ポジティブになります、うん、本当ですか、はい、それは。いやでもね、笑いに持っていけるかって言ったら全然持っていけなくて、うん、でそれを求められるとプレッシャーになって、うん、嫌になっちゃうんです。なんか私は計算とか、なんかその、うん、ここでこうやってこうやってっていうのがあんま苦手で、うん、なんか自分のこのテンポで喋る分には全然ずっと喋ってられるんですけど、うんうん、だからバラエティに向いてるか向いてなかったら多分ね、向いてないと思う。ね、やっぱ MC のねやっぱ意図とかね、いろんなのがあるんじゃないのかな。分かんないけど、おしゃべりは好きです。こういうおしゃべりは全然好きです。こういうふうに言った時に、これをもらいたい時にそれを、そういうのは読めない、はいはい、そういうのは欲しいんだろうなって思うけど、無理ですよって思っちゃう。番組として成り立つか分かんないけど、今の分かんないってすごい面白いね。分かんない、うん、だから例えば MC に言われた時、分かんないっていう回収したら面白いなって確かに分かる。それで使ってくれるかどうかはあれだけど、そうですね、跳ねるか跳ねねえかは多分 MC さんによるとは思うけど、まあ、確かに確かに相性もありますからね、うん、その MC さんと。俺なんかは拾える方だよね、それはね。くださいよ、分かんない、すごくなんだなんか初対面の人から年齢下がってもタメ口になるタイプだから、あ、いいじゃないですか、うん、話しやすいじゃないですか、そっちの方が。なぜかしらね、気がつくとこれなんか俺タメ口されてると思うのに社長でもいや、だからそれが悪い気はしないですよ。悪い気は全然しないけど、うん、ああそうなのかなって私もでもそんな感じです、うん、全然悪い気しないし、うん、なんかそのなんていうんですか、割とそういう風に結構フランクに喋りかけられるようになっていくタイプなので、うん、でもそっちの方が嬉しいです、うん、ちなみに仲いい先輩後輩とかっていらっしゃったんですか、はい、当時ですか？当時、あ、でも当時基本的にみんな仲良かったですし、うん、でもめちゃくちゃやっぱその、ま、その気を使わず喋れるっていうのはやっぱ同期ですよね。うん、うん、し、でも先輩とかでもやっぱ吉澤さんとか石川さんとか、うん、まあ、1個上の先輩はやっぱ近いっていうのもあって、うん、割となすぐ仲良くなれたっていうのもあったりとか、うん、割とみんな仲いいんですけどね、うん、あ、仲良かったし、うん、普通に休みの日とかでも毎日一緒にいるのに、休みの日もメンバーとか遊びにも行ってたし、結構仲良かったですよ、うん、
生だから怖いんですけど毎回、うん、でも楽しくて、うん、その毎回同じようにならないじゃないですか。脚本は一緒だし、うん、やってることは一緒だけど、うん、日によってやっぱり感覚も違えば、うん、セリフのキャッチボールも違うくて、うん、